好きかもしれない。え、うん、大丈夫。どうも皆様こんばんは、セゴリタ三世でございます。こんばんは、レイです。はい、ということで、うちのお嫁様はですね、はい、絶対音感があると何ピアノをやってたからさ、例えばさ、これ何の音パンどういう音かというものがなんとなくわかるということなんで、今回はですね、ちょっと女性に人気のものっていうもので、ね、今回試していただきたいなというところでございます。というわけで今回の商品はこちらです。ヌアルモールサックスミニでございます。え、シックスちょっとやめて普通に言ったよ、N6 ってということで、ヌアールの N6 ミニ、以前です、 N10 プロというのは僕動画に出しました。非常にいい音、小さくてかっこよくてっていうものなんですけれども、そちらのですね、女性の人気なモデル N6 ミニ、これがもうものすごく可愛くって色も3色あるんです、うん、非常に人気なものなんですけれども、まだこの通り開けてないんで、うちのお嫁様の絶対音感というか本物なのか確認していきたいというのが今日の企画でございます。はい、プレッシャーがすごい、うん、いいと思うよというわけでいきましょう、レッツゴー。 ゴー。はい、というわけでこちらがヌアールの N6 ミニでございます。開けていきましょう。だったら早く開けてよはい、オープン。出ました。おうおう、なんかいろいろ書いてある。ヌアールをお選びいただきありがとうございましたということで、ヌアールの特徴などが書いてある紙が入ってました。それとユーザーズガイドですね、安全にご利用いただくためにの紙。そしてこれが、おお、いきなり出ちゃったけども、本体でございます。綺麗、かわいいね、うん、とりあえず本体は後で詳しく見るとして、ヌアールアクセサリーズって書いてある。なんだろう、開けてみて。一応オープン。お、 USB-C のケーブルですね。で、イヤーピースもなんかターンと入ってんな。ブロックイヤーっていうのが抗菌のシリコンイヤーピース、他にも付属でいくつかついてるっぽいっすね。そしてこちらが本体でございます。ヌアールという風に書かれています。ブランド感をゴリ押ししてない感じも上品でおしゃれ。後ろ側には USB-C のケーブルがあります。はい、オープン。お、すごいちっちゃいね、これ。かわいい、かわいい、かぶったね。ここ使う？使う。あ、かわいいね。かわいい。触り心地いいよね、素材が。あ、そこ？中の話をしてたんだけれども、おもちゃ感あるとか、そんな感じでもないし、良さそうよね。うん。で、これが本体そのものになるわけですけれども、ヌアールという風に書かれていて、イヤーピース外すとこんな感じ。6ミリのヌアールドライバーを搭載しておりますよ。防水にも対応しているっていうことと、クアルコムの QCC3020 を搭載しているので、高い接続安定、連続再生8時間。色は全部で2色だったんだけれども、1色追加になったっぽいっすよ。万が一の紛失時にも安心なサポート付きっていうことで、クリスマスプレゼントにも最適なんじゃなかろうかという雰囲気丸出しのものでございますけれども、さあこちらがどんなものなのか、これからつけて使っていきたいと思います。はい、というわけでつけていきましょうの前に、まずイヤーピースを選びましょうか。はい。これ抗菌だからさ、ちょっと匂い嗅いでみなよ。どう？あ、病院の匂いする。嘘、本当？本当に。本当かい？あ、本当だ。病院の匂いする。アルコール麺みたいな匂いする。うん、消毒されてる感あるね。あ、この匂い好きかもしれない。え？うん、大丈夫。装着するとこんな感じに見えますよ。どうでしょうかね。やっぱ女性がつけると非常に上品でいいんじゃないかなって思います。黒もあるんだけどさ、うん、やっぱ女性がつけるのはこっちのゴールドとか非常にいいよね。かわいい。サイズはね、ぴったり。あ、で一番ちっちゃいやつの方がいいんだ。あと割とこういう形あんまりね、得意じゃなかったんだけど、ぐすって刺されてる感がない。え、ああ、軽いつけ心地ってことかい？そう。ああ。違和感がない。うん、なるほどね。はい、ということで接続されました。どうでしょうかね。一瞬でしたね。はい。じゃあ、アラン・ウォーカーのフェイデッドでいきましょう。ああ、すごい。すごいすごい。へえ。語彙力ないな。音がね、すっごいクリア。あ、そう。うん。バランスがすごくいいんだけど、高音が結構効いてる感じする。でも代わりにバスはあんまり音が控えめかな。
ごい、さすが絶対音感の持ち主。普段 AirPods 使ってるんだけど、今の時期はこれを使いたい。冬って高い高音域の音を聞きたくなりません？シャン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 、あーどうそうみたいな。そう、あーなるほどなるほどね。突き抜ける感じの音がすごく心地よい。バランスいいね。音の狭さとかそういうのも感じないし、低域中域高域っていうものがバランスよく聞こえるので、こうごちゃっとした印象は全然ないですね、うん、はっきりそれぞれの音が聞こえるので、モヤモヤするなと、よく聞き取れないなとか、うんうん、そういうことはないかなとは思いますね。価格的に考えると、うん、すごくねバランスはいいと思うし、うんうん、音質も綺麗だとは思うんですけど、バックの音に深みがあってズーンって突き抜けた方が、あ、好みなんだ。そう、あなるほどね、まあ、これはもう好みの問題ですよね、うん、これが面白いことに夫婦間の違いなんですよ。フラットなものが好きなんで、うん、脚色しない音、うん、レコーディングされた音そのものをやっぱ聞きたいのよね、うん、この中域高域がしっかり聞こえてバランスよくごちゃっとしないで透き通る感じ、うん、で鮮明な音を聞きたいんですけど、人によってはやっぱドンシャリの方が好きっていうか、ガッと来て低音がドーンと聞いてる方が迫力を持って鑑賞できるから、うん、ライブハウスとかクラブにいるみたいな気持ちになれるっていう人もいるわけよ、うん、趣味の違いなんで。そうだね、もともとベースやってたから。あ、余計だね。そう、余計こう、うん、ベース音が好きなんだよね。うん、なるほどなるほど。そう考えると1万ぐらいじゃないですか。そうだね、非常にいい音ですよ、うん、ただね、ライブ取り込みとかノイズキャンセリングとか、うん、そういったものは一切ないので、うん、音と接続性っていうものの日本勝負、うん、そこどう思うか。 N10 Pro に比べるとやっぱりこのアタック感であるとか、うん、そういったものはちょっとやっぱ負けちゃうかなっていうふうには、まあ、でも 6mm のドライバーなので、この価格帯でこのカラーリングでっていうのを考えると、やっぱヌアール自体は非常に人気があるんですよ、うん、某日本国のものに比べたりとかすると、メジャーかっていうと決してまだそうじゃないし、できたばっかりのメーカーだからこれからっていうところなんですけれども、ちゃんと純粋にいい音を作ってるっていうのが非常によくわかるじゃないですか、うん、丁寧なんですよね、作りが。どうすれば女性が喜んでくれるかなとか、ドキドキしてくれるかなっていうか、うん、毎日の生活が要するにこうやって毎日使うものなんで、そうだね、テンション上がった方がいいんですよ、うん、で音も非常にいいし、カラーリングも可愛いし、すごい細かいところまで考え抜かれてるなっていうふうには思う。音もやっぱすごくクリアで綺麗だし、うん、接続性も非常に安定しているしっていう中では、プレゼントとかクリスマス系は ね非常にいいんじゃないかなっていうふうには思いますね、うんうん、女性のバッグって結構ちっちゃいバッグ多くないですか。なんでなのあれ。持ちたくないのよ何を。荷物を。あ、そうなの。じゃあ手ぶらでいいじゃん。荷物はあるの、女性だから。ああ、まあいろいろね。そう、やっぱり出先でメイク直したりとかするので、少しポーチ入ったりとか、お財布入ったり携帯入ったりすると重くなるじゃないですか。ちっちゃくて軽いものだったらさっと入れられるし、おしゃれだし、結構ね、取り外したりつけたりってする時があるから、うん、人前に出るんですよ、ケースって意外とね、可愛、うんうん、いもの持ってるんだっていうものでもポイントが高いってことでしょ、うん、メカメカしいとね、個人の自由だからメカ好きなんだなでも別にいいと思うんだけど、持ってるもの一個一個にやっぱり可愛さは絶対欲しい。そうなんだ。絶対欲しい。あ、男と全然違うね。そう、あと女性だとおそらくこのイヤホン、これもファッションの一部として考えてる人いると思うんだよね。イヤリング的な感じでかい。そう。あ、そうなんだ。やっぱ見てるから、この辺見る。そんなところ、イヤリングとかつけるでしょ女性はね。見てる、うん、見てるのよ絶対。俺の耳見てる見てる例えば服装にこのカラーを合わせるとか、メイクに合わせるっていうのも楽しみ方としてはあるんじゃないかなと思います。なるほどね。ちょっと機能的なものがまあ寂しいかなっていうところではあるけどね、うん、まあ、その分いろんなものをカットしてるから、外部取り込みとかノイズキャンセリングとかっていう風のを入れていくと、うん、まあ、値段がどうしても上がっていくんでね、うん、おしゃれなね、こう個性を出したいっていう人にも非常にいいと思うしね。贈り物系だよね。初めてなんか私イヤホン欲しいんです女性にみたいな風に思うと、これが音が良くってさ、まあ、音がいいってもちろん大前提なんだけど、それよりも可愛いものだよね。そうだね、非常に優れてる、いいんじゃないっていうものを送るっていう面では、どう、送られたら嬉しい。あ、嬉しい、うん、あ、じゃあよかったよかった。もうクリスマスシーズンでございますよ。で、Amazon も贈り物キャンペーンっていうのやってますんで、うん、ぜひ皆様下の動画説明欄にリンクがありますので、今 10% オフかな、はい、もうこういうクーポン的なものもさっき Amazon チラッと見たらあったんで、ぜひそちらでもチェックして使ってみてください。というわけで今回はヌアールの N6 ミニご紹介しました。いかがだったでしょうか。皆様ぜひ下のコメント欄に感想を書いて教えてください。それとこの動画が面白いと思った方、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまた明日、チャオ、バイバーイ。